ほんならそろそろ奇跡の時間や。ひっくり返したるわ。挽回。坂島横島八方塞がり。誰にも邪魔させないでね。君を解体してあげるからさ。てめえが何だろうと構わねえ。俺の前に立ち下がるなら食い殺すまでだ。ブリーチブレイブソウルズ。こんにちは、ゆっくり霊夢です。ソウルズオリジナルゆっくりのアッコだ。まあだ、今回もガチャ動画となります。最近好きたいガチャが多いので許してください。あ、どうもうつ主です。さて、今回はついに小説コラボガチャが来たので、それを引いていくぞ。排出キャラを確認していきましょう。新しく排出されるキャラは、キラコ、グリム城、ルピの3体です。性能をざっくりと紹介します。まずは、地の無所属キラーで、超攻撃が強い。モーション含めてトップクラスの性能を誇るぞ。無所属キラーだから、使う場面は限られるだろうがな。個人的には今回の一番の当たりだと思っている。続いてグリム城。心の死神キラーで全幅無効化がついてますが、火ダメ 20% なのでオート、レイド、リンク要因として活躍すると思います。最後は多くの人が実装を待っていたであろうヒラコ。力の死神キラーで超攻撃がとても強いです。上等向きの性能をしてますが、状態異常が混乱のため何とも言えないです。混乱は攻撃方向をランダムに出せるので、ない方が良いとまで言われてます。状態異常が混乱じゃなかったら間違いなくトップクラスの性能だったでしょう。さらにグレソル最強キャラ候補のあやかしデクヤと属性キラーが被ってるため、大外れだったという人も少なくないでしょう。まあ、攻撃タイプが違うので一応差別化はできてますが。そして今回の闇ばっかり闇鍋はこれだ。なんか前回の動画で見覚えのあるやつが4体くらいいる気がするけど、まあ気のせいですね。ということで前回の星5確定ガチャチケットを10枚引いた動画を概要欄に載せますので、ぜひご視聴ください。全然の闇鍋の話に戻りますが、日和と月島さんはまだ所持してませんね。そうだね。今回のガチャなんだけど、正直無課金制の僕にとってあまり引く必要がないんだよな。なんでです？いやね、キラコは白いチゴと属性キラー被るし、ルビは持ってなくてもランキクでなんとかなるかもしれないし、闇鍋は闇ばっかりしでね。ぶっちゃけ言っちゃうと、実況者じゃなかったらこのガチャスルーか10連で終わらせますね。確かにすでにリンズマの白いチゴがいるのに、キラコわざわざ使う場面は何かしらの制限がない限りないしな。ぶっちゃけ今回一番欲しいキャラはケンパチなんで、ケンパチ狙いで引いていきましょう。せっかくの小説コラボガチャなのに、すでに所持してるバトルキャラ狙いの実況者が他にいるんですかね。とりあえずケンパチ狙いで、あとは所持してないキャラも狙ってくよ。それが僕の美学さ。まあ来ないよね。そういえばどれくらい引くか言うのを忘れてたけど、とりあえず星5が来るまで引いていこうかなって思ってるよ。また確定まで引く羽目になっても知りませんよ。まあだだだだだ大丈夫で出て大王でしょ。めちゃくちゃビビってんじゃねえか。それでは20連目引いていきましょう。間違っても元セスタなんて呼ばないでよね。よかった、星5が来た。しかも当たったのは当たり枠のルピ。前回前々回に引き続きいい引き運ですね。前回はめちゃくちゃ良かったけど、前々回はもう神引き通り越して交通事故だろ。なんで交通事故なんだよ。とにかく新キャラのルピが当たったから良かったよ。ランキッと無所属キラーが被るけど、無所属キラーはなるべく多く持ってた方が損はしないからね。無課金の方や初心者の方も、無所属キラーは活躍する場面が必ず来るので10連くらいは引いてもいいと思います。アランカル・ウンデシーモ、シャウロンと申します。機械が強敵用で挽回が増強装置て、ほんまにひねくりすぎやで。お前なんか来たんですけど、まさかの新キャラの2枚抜きだな。ちょっと待ってよ、これ絶対めっちゃ低評価くるやつやん。勘弁してくれ。これはもう仕方ないですね。そういえば、小説読んだことないから、キラコの挽回の能力知らないんだよね。他の実況者さんによると、状態異常は混乱が一番合ってるらしいですね。一応弱体も合うって誰かが言ってたけど、まあ仮に弱体だったら白いチゴの存在意義がマジでなくなるから、僕にとっては良かったのかもしれないね。混乱の仕様が変更されない限り、キラコはめちゃくちゃ強いキャラとは言えないだろうな。そこら辺はまたキラコの解説動画でじっくり紹介していこうと思います。視界が強敵用で挽回が増強すぎて、ほんまにひねくりすぎやで。お前
としてる。間違っても元セスタなんて呼ばないでよね。2人目の地の無所属キラーなので結構嬉しいです。次も解説動画で今度詳しく解説していこうと思います。必要ないかもしれませんが、一応今回のガチャの結果です。20連で新キャラ2体はかなりいい結果だな。今回の動画で僕はこう思いました。なんでしょう。栄養価7個くらいつきそう。そんなこと言わないでください。ご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録や高評価お願いします。ソヌシはグループメンバーを募集してるぞ。詳細は概要欄に記載しておくから見てくれ。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。